今日はポコタンのトリミングに行ってきたんですけど、手を触られるのがすごく苦手で、今日は特に嫌だったみたいで、トリマーさんが触ったらやめてっていう行動を取ったみたいで、体を洗ってブラッシングしてる時にすごい疲れちゃったみたいで、一応顔周りとかもトリミングはしたんですけど、いつもみたいに綺麗なトリミングはできなかったみたいですね。手が嫌すぎて疲れちゃったみたいです。で、一応トリマーさんに言われたのは、手をブラッシングさせてもらえるようにもうちょっとトレーニングしてくださいと言われました。なので今日はちょっとそのトレーニングをやってみたいと思います。で、トレーニングするとき、僕の悪い癖なんですけど、おやつをあげてから何か物事をやるっていうことを今までポコタンにしてたんですね。で、トリマーさん曰く僕の動画を見てくれていて、おやつを先にあげるんじゃなくて、やってからおやつをあげるっていうことをしてみてくださいっていうふうに教えてもらったので、ブラッシングしてからそのご褒美でおやつをあげたいと思います。お手ちゃんね。遅いよ。やっぱりポコタンまだ手若干嫌がりますね。まあ、これからちょこちょこトレーニングして、次のトリミングまでになるべく手を嫌がらなくなるといいんですけどね。もう少し根気強く教えてあげたいと思います。